ちの今日もどっかでダイナマイ。もう終わっちゃいますよ、悲しいですよ。食べながらあれだけどさ、はい、カレーライスと、うん、ライスカレーの違いって知ってる？ちょっと分からないです。カレーライスというのは、はい、カレーとご飯が別のカレーライス。ああ、別のカレーライス、うん、はい、本当はこういうのをライスカレーですよ。ライスカレー、これもライスカレーなんですね、うん、これは違い。でも今、お茶町でカレーライスになったけど、ね、当時はカレーライスというと高級な別のカレーライス。そうなんですね。勉強になる。勉強になりますので。じゃあレバニラ炒めとニラレバ炒めの違い分かる？それもまた違うですもん。これはね、同じなんだ。同じなんだ。はい、いやー、もう、もう終わりか。舐めたい気持ちだぜ。それは、うまくやる。わかります。いやこれは、これは、本当にうまいものは、うん、A、B、C、C 級に近い B 級グルメ。あ、前おっしゃってました。これが一番うまい。うん、やっとこのラインなんですよね。あ、よかったね、今日お互い時間が空いてて。いや、最高ですよね、うん、よかったですよね。いや、まあ、本当にうまい。川崎がまだまだ美味しいところあるからね。いや、川崎すごいですよね、うん、まあ、食べ物ロケばっかりになっちゃうんだけども、うん、また行こうよ。また行きましょう、うん、ダイナマイ。今日はね、シンプルなあのスタミナの生と焼きを、はい、まあ食べたんですけども、はい、他にどんなものがありますか？他には、うん、あのハンバーグが半分乗ってるデラスタカレーも人気ですし、うわすごい、あと手作りの、まあ、ハンバーグカレー、うん、あとちょっと独特なんですけど、野菜が入ってる小皿カレーとかも、あの女性の方に人気です。なんかね、今日隣の人がね、ナポリタンみたいなのもあったよ。あ、はい、あれは週替わりの、週替わりのおすすめで、大体 何種類ぐらいあるんだろう。僕はいつもノーマルのあスタミナなんで。そうですね、30種類ぐらい。すごいです。できるかなと思うんですけど、まあ、ちょっと、はい、スタミナがでも一番売りなので、ぜひあの豚バラ肉を堪能していただけたら、はい、あの豚バラ肉は冷凍じゃないんだよね、ここがね、浅田店のこだわりだから。いや、すごかったですので、本当にガツンときましたね、そこはね。ぜひ、バーグは浅田店によろしくお願いします。眩しいな、太陽も出てきたぜ。いや、もう、いつもにか晴れてますからね。元気な町川崎、美味しい町川崎、いいだろ。いや、もう、真珠よね、なんか夏だような感じがしますんだ、やっぱもうね。よし、はい、じゃあ、また誘うよ、な。待って、何？いやいや、まだね、せっかくまだ、時間もまだ早いですから、うん、ね、あの、汗かいたじゃないですか、うん、ね、ちょっとなんか、さっぱりしたくないですよな。川崎はですね、あの銭湯さんもね、結構あるんです。知らなかったですの。本当ですの。本当？そうなんですのよ。で、ちょっとね、ここでクイズです。うん、ババン。川崎市内に銭湯は何軒あるでしょうか？いやね、昔はたくさんあったよ。ダイナマイ。ね、はい、72。72。そんなにないですよ、ね、ないよな。そこはないですもんね。16。ファイナルアンサー。14。ファイナルアンサー。12。ごめんごめん、12。ファイナルアンサー、うん、かしこまりました。ごめんごめん、16。16。16ですね。絶対16。これ16、うん、ダイナマイ。いきましょう、正解発表。てけ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 てん。35件ですの。結構あるじゃん。そうなんですの。俺が今知ってるのはね、はい、3件は言えるけど、おー、はいはい、あとは分かんない。
あ、本当ですか。何食うの一番かんない、一番多いのはね、この川崎くな。あー、やっぱりそうなんです。はい、この辺にあるの？この辺にあるんです。はい、タクシー呼ぶ？いや、歩いて行きましょう。こっち。あ、じゃあこちらで行きましょう。もう任せてください。自分の心は一つでございます。いいね。ありがとうございます。行きましょう。なんか洒落た建物だな。銭湯じゃねえのか？すいません、あの銭湯に連れて行くって言ったんですのでね、うん、でもあのちょっとね、気になる場所を発見してしまいましてですね、なんか初めて来たよ、俺も。いや、私もちょっと初めてで、川崎マリエっていうところらしくてですね、ちょっと高い建物が気になったんですけど、でどういうところなのか僕も全く分かってないので、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。いいなー。